スク100万枚到着、医療機関に寄付と孫氏とありますが、孫氏というのはあの孫さんですか、うん、深入りまいりましょう。共同通信によりますと、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は4日ツイッターでマスク100万枚到着しましたと表明しました。新型コロナウイルスの感染拡大の防止に役立てるため、政府と連携してマスクが必要な優先度の高い医療機関や介護施設に寄付するとしています。この件に関して作家の百田直樹氏は4日自身のツイッターで、たとえ売名行為であってもこれはありがたいし称賛する、でもいい加減税金を払いやがれとつぶやかれております。いや、まあ、それ確かにね、はい、確かにね、はい、売名というか、まあ、一種のその、まあ、ちょっとええかこしいやだけど、うん、100万枚、まあ、動機は何であれ、はい、100万枚寄付はありがたいと、はい、でもね、税金払えと、法人税こいつら1円も払っとるんやろ、もう、もうそのもう営業利益が、まあ、今年はもう2億や2兆なんぼとかいったとか、トヨタに迫るとかで、もうしょっちゅうそれでもめちゃくちゃ儲けたのに、ところが、もう税制の裏を書いて、なんやかんやいろんなことをして、いろんなことをして、無理やり赤字をこしらえて、なんやかんやして、はい、税金は法人税払いませんねって、こういう会社や、これ、それがね、100万枚ぐらいで納得せえんと、わしは、はい、そうですか、まあね、1000万枚ぐらいでないとダメですか、いやいや、1億万枚や、1億枚、はい、いや、やっぱり、まあ、こんなこと言ったら失礼だけど、うん、我々、零細業者でもやっぱ法人税払ってて、はい、結構痛いなっていつも思うわけですよ、そうよ、たくさん払ってるね、ね、だから、その、まあ、孫さん、申し訳ないんですけれどもね、うん、本当に一番の日本社会の貢献は、やっぱり納税していただくことなので。まあ、マスク100万枚もありがたいんですけれどもね、どうしてもちょっとこう素直に受け取れないなっていう感じがあるんです。確かにあれ、うん、マスク100万嬉しいよ、うん、でもね、ただ1枚10円としてもね、うん、1000万円やん。そうですね、そうやろ、うん、本来何十億かなんか税金払わなあかんようなところがね、ごまかして、うんうん、な1000万ぐらいでね、わしはもうソフトバンクなんか一生使わへんからね、はい、そうですか、携帯もそうですか、マスクで払ったらまだ今日マスク、マスク特集やな、この23番、はい、23番こちら、はい、今度はそのお、ね、マスクガラミで今日はマスク特番やね。このニュースですね、朝日通販洗えるガーゼマスク2枚セット販売とありますが、ね、この朝日ってのはあの朝日ですか、あの朝日や、はい、続けて帰りまいりましょう。朝日新聞社の通信販売、朝日新聞ショップは洗える立体ガーゼマスク2枚セットを税込み価格3300円で販売しています現在鋭意製造中で4月中旬に入荷予定とのことです。この件に関して作家の百田直樹は4日自身のツイッターで、さすがは庶民の味方、朝日新聞出血大サービス、続けて、契約してくれたらマスクやるでって言って拡散したらいいのになとつぶやかれております。いや、3300円、出血大サービス、出血するのは誰かやったら買う方が出血やもん、ほんでね、いや、このご時世で、はあ、その布マスク、2枚やで、2枚1組3300円で売るっちゅう朝日新聞はもう、通販で、まあね、すごいやろ。